はい、マイカです。はい、ゆなです。今回はザ・チキンを紹介していきます。ティアラチャンネル2つ目。はい、これはなんとチキンバーレルです。かっこいい名前ね。なんかかっこいいよ。2つ目、なんか透けてるような気がする。テン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 、もういっぱい入ってる。チキンボックス入りです。これも同じ絵だね。うん。3つ目、ひら、うん、見えたかな。じゃーん、唐揚げチキン。これはローソン。ローソン、なんか売ってるよね。なんか可愛い子のにあたり。これはケンタッキーじゃない。4つ目、これは手羽先チキンです。男の子がシャキンって食べそう。ワンピースみたいな。そして最後、こちら、お、でかい。じゃーん、なんか人の形してるよ。スワットみたいな。足が、足がね、スワットみたい。丸ごとチキン。へえ、美味しそう。皆さん気づきました？このケンタッキーのラベルが本当はおじさんなのにおばさんになってるんです。ほら、よく見たら本当だ。で、変わってる。しかも C が、あ、違う、 K が C に変わったこと。カーネルおじさんがカーネルおばさんになっちゃってるんです。触っていきます。それはチキンボックス入り。これがチキンボックス入りか。なんかほら、こう他のスクイーズはこうちょっとパサパサってした触り心地なんだけど、うん、これはなんか、なんて言うんだろう、触ってる実感があって油が手についてそうな気がする。なんかサラサラしてない。なんか、なんて言うんだろう、べっとり、べっとりでもないんだけど、めっちゃ似てる触り方も。触り方違う、触り心地か。しかもなんかテカテカしてるし。あ、ほら、赤い。焼き目、焼き目かな。わからん、からしじゃないよね、焼き目。辛そう。これも同じ感じで。それはチキンバーレル。へえ。これと似とるよ。あ、ちょっと音鳴るよ。なんかめちゃめちゃって。このニアトリ可愛い。これは変わってないよね、多分。うん、いや、変わってる。変わってる、わかんない。わかんない。あんまり食べない。はい。なんかね、これね、骨がね、ないと。あの、あるよね。ある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 。いや、ありません。え、これもさ、これと同じで赤くなっとる。あ、ほんとやん。なんでかな。これ、多分焼き目。あ、そうかもね。これも骨ないかも。え、なんかね、これとね、全然違う。あ、違う、これじゃない、これか、うん、なんかね、これね、あの、柔らかいけど、これね、硬いと。え、ちょっと待って、ほんと、ちょっと硬い。人の足、なんかこれが足で、これが手。そう、座っとるように見える。後ろに、なんか、ほら、こんな感じで座っとる。コト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 、面白い。うん、硬さが全然違う。うん、お腹が空いてくる、これ見ると。なんか、ぐで玉に見えるっちゃけど。あ、見える。ということで、ザ・チキンを紹介しました。見てるだけでお腹が空きそうな商品となっております。Wow.